はい、皆さんおはようございます。うます土曜日の朝いかがお過ごしでしょうかいわスペシャルの時間がやってまいりました。この放送は沖縄 FM 祈りのワンからお送りしております。イエス・キリストの愛についてお伝えする福井放送です。これからの 1, し、えー、1週間じゃない、1時間、うん 1> えー、イエス様の愛について。ね、最高ですね。最高ですね。イエス最高。あれあれ Yes, イエス最高イ、はいえー。イエス。はい。えイエスキリストの愛について、まだ知らない方もいらっしゃると思いますが、またもう本当にね、イエス様の愛に、もうどっぷり使って、うん、もうこんなすごいな、こんなすごいものないな、って本当に、えー、満ち足りてる方もいらっしゃると思いますが、えー、一時間よろしくお願いいたします。お願いします。放送担当します、沖縄ベタニアチャーチの宮治光と、沖縄ベタニアチャーチの瀬上亮太です。はい、よろしくお願いいたします。ますさあ、 暑い日が続いておりますが、相変わらずね、ね、ねもうここ、今日でもなんか工事がすごくなっててですね、うんえー、宜野湾の丘の上から、うんえー、伊佐の丘の上から、えー、東シナ海が見えておりますけど、うん、ちょうど基地の返還されたところが、うん、なんかね、工事してて、すごいね、うん、なんか、あの、雲母が。 なんかやってるけど。なんかやってるけど。<laughs> これ、沖縄ってサンゴでできてんだね。<laughs> <laughs> サンゴのがなんか積み上げられて。すごいですね。ね、岩なんだけど、サンゴだね、これね。すごいよね。サンゴの山がえ僕たちは、あの、内地出身だからさ、この、なんかサンゴでできてるってすごいだよね。沖縄ってね。なんかかっこいいよね。海が見えております。真っ青。 ねえー、海に、えー、船も浮かんでおりますけどいいとこですね沖縄ね最高ですねはい最高です沖縄大好き、うん、イエス様大好き、はいえー、お送りしたいと思いますさあ今日は何の話するんだっけドラッグドラッグ話 <laughs> 二人とも元ドラッグジャンキーでしたドラッグユーザーでした神様に救われて命を いいただておりますす感謝でねもちろん今やってないですけどね何年やってないですか ?8 年僕は9年同じぐらいにあるね同じぐらいよねそういやもうほんと悲惨でしたからねえ当にそのまあ悲惨な体験とねそしてイエス様に救われたことえね えー、お話ししたいと思いますが、はい、だって薬興味ある人薬興味あるでしょ今やってる人もいるかもしれないけど <laughs>、うん、いやー本当あの本当に心を込めてやめてほしいわけですよ、うん、体験者としてね,ね、うん、で手出さないでほしいですし、うん、ということを、えー、まあ面白おかしくも交えながら話したいと思いますが、うん、はい、はいえー、よろしくお願いいたします。お願いします スペシャルおお送りりしておりますさあまずお知らせをしようかな、えー、っとこれは明日たか、えー、8月の20日、明日ですよね、日曜日、隣人キリスト教会富城市マダン橋にあります、えー、隣人キリスト教会でイベントがあります、はいえー、歌でつながるハッピーミュージック、今日は教会でライブだ。 午後の4時からオープンは3時半からですけれども、うんえー、これは沖縄実践進学校の学生さんたちが、えー、主催する、うん、うーんコンサート賛美コンサートなんだけどいろんなノンクリシャンのミュージシャンとかも来,て来たり、うんえー、賛美をしたり漫才 漫才ともありますねダごいね、うん、なんかね、うんあのー、夏休みの宿題なんだそうですよイエ家様のこと神様のことをあのみんなに伝えなさいっていうそれを後でレポートにして出しなさいっていう、うん、<laughs> のがあるんだそうですがそれの一環で隣人協会でえー イベントをやる。宮地さん行くんですか。え行きますよ、僕。あ、じゃあ上向こうかな。あい、行く？多分。あ、あのー、僕はあのー、いつも一緒にあのー、教会行ったりする、えー、まなみちゃんが聞いてますかね。<ー>まなみちゃんがこの、えー、学校行ってて、これのイベントのあのー、スタッフの一人なんですよ。<ー>うん。だから顔出しますよ。行,行きますからね。ええー、すごいね。<ー>僕もこの学校出たんですけどね、さあ<ー>4年前。こんな なんか立派な立派だってかっこいいよねこんなことし,、ね、してないよねなかなか大掛かりで、うん、そう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 、うん、ねえー、ぜひだからノンクリシャンの人もクリシャンの人も楽しめる、うんうん、でその中で神様のことを、うん、とか知,れ、あのー、知ることができたらいいかなーみたいなそういう感じですね、うん、はい、えー、午後4時からですね、はいえー、マダン橋にある隣人教会です ですはいぜひ行ってくださいはい、はい、お知らせでしたさあ今日は何の話だっけ <laughs> 薬の話はいドラッグの話しましょうどうなんですか薬って一般的にはいやもうあれですよねあのダメ絶対ですよねダメ絶対、うん、あれは警察のポスターでしたっけダメ絶対あれでもなんでですかね僕、中学の子とか、うん 小学校の時とかとかシンナーとかやったら覚醒剤とかやったらもう絶対もう死ぬんやろうなーとか、うん、絶対あれやったらあかんねんやろうなーとか思ってたのに、うん、なぜやってしまったのかあーあっかきっかけから話しますか、うん、きっかけなんですかねえっとね亮太んは僕はね、うん、まずえっ、うん、とねあの先輩とかが、うん そそんなんか、なんていうかな、そこまでやばくないよみたいな、よく話し聞いたりとか、うん、あと映画とかでね、うん、トレイン・スポッティングっていうドラッグムービー,あーいやあれって、いくつの時の映画今、今 32? <ー>今、33なんですけど、うん、もう相当前だよね。相当前やけど、そうでですね、でも僕の 時時代の時も流行ってましたねあ,<ー>、うん、あれ,あれーと僕がねちょうど20年近く前あ20年前だ20年前に僕ね、うん、インドに行ったらね、うん、流行ってましたね,あそ,ねあのそれで僕好きになったのもあの音楽が「うん、あアンダーワールド」「アンダーワールド、ね」「ねアンダーワールド」あれでファンになって<ー>もう。 20年かだからそれぐらい前の映画ですよああいうねドラッグムービーとかアメリカとかよくそういうんていうんですかねヘロインン売ったりとか他に吸ってるシーンとかあるじゃないですかかっこいいなとか思ってあそうその時だから中学生だよね中学校入るまあまあすぐリアルタイムじゃなくてもその前後そうそうそうう。ね 僕の場合はまずまず現実逃避と気持ちよくなりたいという現実逃避と気持ちよくなりたいというのが一番薬をやるきっかけなんですけどもそれに加えて反社会<ー>で大敗的なこのなんていうかなおいしさでかだん。 そういう美しさみたいなあ<ー>か格好よっなるほどため息が出ますね、うん、なんかなんとなく <laughs> あの <laughs> 若うん、でも僕がデカダンじゃなかったけどねあそうなんですか僕がデカダンじゃないですよです僕はなんかこう体育会系的思想 <laughs> <laughs> なんてなんですかねもう,うもう あのあなんていうの革命派革命家派だからあ<ー> <laughs> あの世の中ひっくり返しして横で、はい、なんかひっくり返して暴力でひっくり返すんだけどけ、うん、健康な世界にしようやみたいなということは極左欲ですか極左でしたね1920歳ぐらいの時はねでもそういう団体には入らなかったし、うん、僕の時にはもう80年代半ばだから、うん、バブル バブルって言うでしょうん、うん、バブル経済前夜だから、うん、みんななんかおしゃれに、うん、あの合コンとかが始まってた時期だから今のね化粧がに似てるあのみんな眉毛が濃くなってきてるでしょはい、はい、あんな感じ<ー>あだから俺が今二十歳ぐらいの感じに戻ってるみたいなでもあるでしょ80年代とかめっちゃはやりませんねいうデカダン的な。 だからそれはそれであって僕はだからそ,れそういう、あのー、だからニーチェとか、うん、ああいうの。 あとね坂口安吾って、坂口だかカんではないですよ、一応、太宰治とかと仲が良かったのか知らないけど同じ枠組みに入れられる小説家ですけどでもめっちゃ批判してましたよ、太宰のことだから体育会系なんですよ、スポーツが得意だったりだけど、あの人も酒と薬はまってたり睡眠薬とかね。 なんかちょっと怖すぎて通じてますかだから自分はだからお酒からなんですけどねお酒いっぱい飲んででもうんかわわわわするのが大好きみたいなで、難しい話したりとか最初はお酒なんですね僕最初は酒だったんですあっそうなん全然飲めなくて飲んでも全然気持ちよくなれへんしだから 酒が飲まれへんから。都会の子でしょ。だって大阪でしょ。はい、都会の子でしょ。僕田舎だったから。<laughs> あの高校出てから僕は東京に行ったので、うん、で東京行ったらなんかこうもう自由にするんだみたいな。うんうん でやっぱり家庭的にこうなんか束縛されてる感が非常にあって、もう親からもう逃れたい、はいはいわかります。それが一番強かった。もう親の束縛から、から現実逃避ですね。受迫、呪縛っていう言葉が近いね。呪いだね。あそう,あそう、ね、もう親って呪いだと思ってたから。ああ、僕もそういう風に思ってました。うん。うん、あの嫌いなわけじゃないんだけど、はいはい、愛してる部分もあるんだけど。はい 愛せなないいみただからもう離れるしかないっていう分かりますきつかったですよだからだからあそうや僕ねお酒を覚える前に薬を覚えたんですよねあそうなんいくつでしたえっとですねまず中学生の頃にインターンまず僕ゲーム中毒だったんですよでその次ネット中毒になってでインターネットで昔アンダーグラウンドっていうちょっと危ない サイトをいいっぱ見ててまし僕の年が20個違うんだよね、僕53だから、「危ない一号とか、「危ない一号っていう有名な僕の知り合い筋ですよ、僕編集者だったから、よく知ってる、あんなのね、「危ない完全自殺マニュアル」っていう本とね、もう、はい。 中3の時に読み始めたのかなほんでえっとねそういうのを読んだりネットとか見たりとかしてまず処方薬睡眠薬とかで気持ちよくなれるっていうのを聞いたんですよそういうのいっぱい特集しちゃうもんねそうそうそう僕はその時はまだ会社員だったから別の会社のよく知ってるけど書いたりね はしてなかったですねその後僕会社組になったから33の時にでその後はねあのいろいろやったけどライターになったから僕その後はだから僕実験してましたよそのそ時危険ドラッグって言ってないけど合法ドラッグとか脱法とも言っってなかたね合法ドラッグって言っててでその時にその えー、友達がそういう商売をやってたから、うんあのー、その実験をして、うん、でこれはこうだああだこうだって,ってその人に批評してたんだけど、うん、そのうち、あのー、雑誌とかでそういうことをする雑誌とかで、うん、なんか「合法ドラッグ10種類実験しました」みたいな <laughs> 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 親に言えない仕事 <laughs> 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 あやってましたよ30代の時<ー>、うん。ボロボロになっちゃうんでなあれやると。えー ひどいよだって1週間とかでやっちゃうんだからいやもう最低だよねやばいすよだけどほら雑誌で書くとかってさ鼻が高くなるからやってるんですかみたいなふうになっちゃうからね最低ですねあとあれ売ってたあのキノコをフジロックとかに持って家賃払えないから友達からもらって友達と一緒に売りに行って。 おすごいお金になったよ。へ<ー>合法の時まだ。ああみんな買いますかね。もうね初日はねそんなの売ってるよってなんて道端で言ってたらさ、うん、えー、そんなのいらないとかって女の子とか言われ言われてさ、うん、だって子供雰囲気だよなんて言うんだけど、二、うん、日目三日目になるとさもうなんか売ってるでしょ売ってたでしょ持ってるでしょ <laughs> とかね。<laughs> うん、外人のあのなんか P.A. の人とかさ、持ってる持ってるよねとか。 僕が16歳ぐらいからあの一番大あの危険ドラッグの第一世代であるマジックマッシュルームが流行りだしましてなんか僕が睡眠薬とかをやり始めると同時にあのマジックマッシュルームをや,やり始めためっちゃ簡単に手に入ったんですよびっくりするぐらい簡単にそういう時代なので僕の友達だって売ってたもんそう,そうやって,なんかかけてね。でね あの覚醒剤とかよりもやばいんじゃないかなって感じますね。あのやってる人にもよると思うんだけど、うん、僕の,その知り合いとか、うん、あの僕なんかも悪いと思ってないもんこんないいものって思ってるからで要はこれいいものをこの国の管理する人があの 管理しやがってみたいな。うん、あの、もう束縛ですよ。あの、親に束縛されたのと同じように、あの、社会に束縛されてるって。だから、それを、こう、ぶっ飛ばすとか、突破するとか、陰で、あの、笑うとか。それが自由なんだみたいな。はいはいはい。僕もそういう感じでしたね。なんかね。今は、もう、本。 本当に間違ってなと思うんだけどもうなんか目にフィルターがかかってんだカラーコンタクトみたいな感じだねそうですねだからそういう中でずっと自分は僕はだからずっと酒飲んでて初めてやったのは22の時ですねインドに行ったんですよんか僕は大学行ってたんで就職する年になんかもう就職するのが怖くなって 社会に出たくないっていうそれで休学してちょっとアルバイトしてお金貯めてインドに行った86年1986年僕がまだ2歳ですねそれでインドに行ってカルカッタって今コルカタとかって言いますけどそしたらゲストハウスのドミトリーに泊まったらもういっぱい世界中からとか日本からいっぱい若い人が来ててマザー・テレサが行ってた。 マザー・テレサが生きてたマザー・テレサに会いに来ましたとかっていう人がいて女の子で二十歳ぐらいの日本人の女の子だけど「へえ」とか言いながら「こいつバカじゃないの?」と思って思って僕はその時にその宿で初めてタイマスっただけど最初僕はねえこんなの僕するために沖縄じゃないやあの インド来たわけじゃないっすとかね、うん、これやったら廃人になるでしょうとかって言って先輩のなんか長い髪したこのレゲエっぽいヒッピーのような人にそれは違う薬でしょうとかって言われて「マリファナはそうなんじゃないよ」とかって「バカじゃないの?」みたいな笑われた<ー>で笑われると腹が立ちながらもうついていっちゃうみたいななんでしょうね で最初は拒否ったんだけど、うん、すぐ1日2日考えてやっぱり僕もやりたいですって <laughs>、うん、あそこからですね22歳でしたやっぱり現実逃避したくなったんでしょうね廃人にならないんだったら、うん、やってみるのが、うん、こう男なんじゃないの男なんじゃないじゃのって <laughs> なんかや,やらずに文句言うのは <laughs> 卑怯なんじゃないのみたいな。<laughs> 変ななポリシー入り口はそんな感じでしたよ、ね、あでもマリファナってすべての薬物の入り口になっているらしいですねだからねもうねだっていいもんだからもう途中から最初はねくらくらしたけど、うん、何回かやるうちに、ね、こんないいものがあったのかっつって、うん、もうどんどんこう、まあ、表面ポジティブっていうの、うん、こう女の子と話しするんでもなんでも本音がすぐしゃべれないのがもうやるともう、うん、なんていうの、うん 明るくそして元気にな,、ねうん、なんかこうどまーみたいな人になるからかで僕だってこれが本当に良くないものだって分かるのに、うん、20年かかったおっせえ, <laughs> えでも途中で気づきませんでしたこれもうやばいやばいって気づきながらもうもう,もう無理よもうその時はもう全身薬物だもん、うん、しそもうだって考えから何から、うん、お金儲けから何から、うん まあ売人になったわけじゃないけどでもさっきねきのこ売ってたとかって言ったキノコきのこはだって薬売ってたわけじゃないとかって思ってるしうん、うん、もうとにかく人生がもう完全にその中にどっぷりはまっちゃってるんだけど、うん、ハマっっててるとは思なないかからねあそうなんですか、うん、だって旅行行くときに薬やりに行くんだけど、うん、いや俺別に薬やりに旅行行くんじゃないもんだって旅行行くところに薬があるんだもん <laughs>、うん、俺ジャンキーじゃないもんって。 あ、自分でジャンキーって認めてなか認めてない、あ、そうない人から言われたやつと腹だったんだよねお前ジャンキーだろとかって言われた俺ジャンキーじゃないよってあ、そうなんですか僕はね、自分でジャンキーって自他ともに認められててなんか、おジャンキーって言われて嬉しかったですそれなんか世代もないなんか世代がやっぱ20年違うとさどんどんなんかもうその自意識が加速していくっていうかさあ、そううん。 だからジャンキーって言われるのが嬉しかったみたいなええあそう壊れてるよね壊れてますねその壊れ具合がいいみたいなああそうだよねもっとぶっ壊れてああ分かる分かるそういうのはあった俺はでも僕踊るのが好きだったからあの今でいうもう下火になってかもしれないですけどレイブってやつうん 僕だからインド行った時に31年前ですよでそれの走りみたいなのに出会ってなんじゃこりゃみたいな日本帰ってきたら全くつてがないから薬もやらないしそんなもん日本になかったから全然ブランクあったんですよ56年また酒だけの時期がまた28ぐらいの時に就職して出版社に就職して なんか売れる本作らないとやばい、やばいお達が上がらないもう一生なんかこう人に使われていかなきゃいけないみたいな時に売れる本作るって言うんで僕、薬の本作ったんですよ。<laughs> そしたら売れちゃってで同時に下心でこの本作ったら薬が向こうから手に入るんじゃないのって俺ほら自分から探せないからそしたらあの仕事仲間からどんどん,どんどん入るようになってきてう。んうんうんうん もうなんか殿様みたいな感じちょっとちっちゃい金握ってるのは僕だからみんなちやほやするわけですよもうだめだね289ぐらいの時それからまた薬やり始めた何をやっていたんですか一番僕は LSD と大麻が好きでしたね幻覚系ですね僕も幻覚系ですから一緒ですよね一緒よ覚醒剤とかあんまりやらなかったんですよね 覚醒剤やんなかった全然やってないあ3 5く6ぐらいでパーティーで覚醒剤好きのやつもいるから、うん、その時にちょっと吸うとかだけど僕よくないわけあのなんか負けちゃうんだよねあの強さにあかりますなんかもう怖くなってきちゃってで、よれちゃうっていうかもう被害妄想みたいな、うん、僕もそうです、うん、だけど悔しいから、うん、あの聞いてるふり <laughs> よくなってるフリー <laughs> おりゃーみたいになってるフリー <laughs> フリー <laughs> <laughs> だけど心の中でもう,うわーってもうバッドドリップですよ合合うわないってありますから、ね、あもう最悪でしたね、うん、もう本当に覚醒剤はひどい目にしっか合ってない、うん、僕はあのね一番やっていたのが危険ドラッグだったんですけども、うんうん、でついなぜかって言ったら危険ドラッグの場合、うんうん 幻覚が見れるそしてすごく気持ちよくなれるっていうこの2つを味わえるからっていうので一番好きだったんですけど手に入りやすいしね一番簡単なんですよね道端で売ってたりしてたよねそうんであとネットでも売ってるしあとお店ショップショップが南の雨村とか三宮の元町の高架下とかに売ってて普通に売ってるんですよね僕は友達が 表の商売とは別に表の商売が儲からないから裏の商売でその名簿を元に通販やってたでそれ俺実験してで金ないから時々その雑誌で投稿してあだからもう謝らないといけないね本当に僕なんかはあの悪いことしたら絶対よくないですよ。っっちゃった人いるんですよねねだからね本当に これは分からないから本当に結構深刻なことなんですけど、うん、今ね本当によくないものですし、うん、できればやったことがない人はだめ絶対っていうのはあれ警察が言うから腹が立つけども、うん、昔腹立ってましただめ絶対って、うん、だけどあれ神様が言ってると思ったらね <あー S 2> だってクリスチャンになってから、うん、あの僕が伝道していた 一回何回も刑務所捕まって同い年のやつがいたんですけどそいつも覚醒剤ずっとやってたんですけどももう最後らへんぶっ壊れてきましたからねだからタイムラグがあるんだよねすぐだめになるわけじゃないよねそうです覚醒剤ですでもだって大麻なんか大麻です俺20年かかったんだから大麻解禁運動とかしてるのちょっとバカじゃないのかっていやいや身近に言いましたねいっぱい言うじゃないですか今あれ ほんまに、うん、だって大麻ほんまに、うん、いいもんだってねやばいですよ、うんあのー、あれになるじゃないですか大、ね、麻だけだったらって言うんだよねみんなだってそんなのできる人100人に1人いる、うん、<laughs> っていう感じだよだって一緒にや遊んでたらさだって別の持ってんだけどやってみないってなるもんいやいや大麻だけでもおかしいと思いまうんですよ僕ねあの、あのー、やめてから、うん 数年前かなテレビで見たんですけど、うん、タイ日本に大麻の,、うん、の問題研究所みたいなのがあって、うん、THC っていうんですよねあれ、はい、成分、はい、あれをあのネズミに注入するんですよ、うん、そしたらネズミがどうなるかっていうともうみんなぐーっとなっちゃって、うん、目がもうなんかもう半分白目になって。うん ビク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 ってしびれ,しびれてるんですよ、うん、要は麻痺するんですよねだからあの気持ちよく感じるって麻痺,麻痺の気持ちよさみたいな、うん、これで切れてくるとどうなるかっていうと乱暴になって仲間のネズミに噛みついたり、うん、あと母親ネズミは自分の,ネズミあの子ネ,ネズミを赤ちゃんネズミを食い殺したりするの、うん、あでもあ 友達まさにそうでしたよ、マー依存症の友達がいて乱暴になるよね、切れたら乱暴になるよ、だからあれ、タマーやってる人、あれ、平和だって、いう本当に言うんだよ、僕もそう思ってて、途中まで、でも自分がどんどん乱暴になっていくから、あのおかしいよね、だって、こんなの、ギャングの人とか、例えばアメリカの、吸ってて、だって乱暴してんじゃんみたいな、で真面目な人に言うと、真面目な人っていうか、マー オンリーの人に言うときっと、うん、あのいや、それは他の薬やってるからだよって言うだろうなーと思ってたんだけど、でもその友達は大麻1本でしたね、大麻 1>, 1本でもやっぱり切れ,、うん、切れると乱暴になるよね、あと、あ,のうん、あれになります、何でしたっけ、大麻精神病っていうやつ、うん、あの被害妄想とか、かんが激しくなって、だか覚醒剤と一緒ですね、うん、その被害妄想とかは。もうねー、うん 僕はどっちかというと大麻好きの方に足場を置きながらだったから覚醒剤とか僕はやったことなかったしあの自分で買ったこともないからねあれだったんだけどどっちかというと覚醒剤よくないよっていう派閥に足場を置きながらっていう人だったから解禁運動でも、解禁運動の人はだめだなとか思いながらだって大麻があれば石油いらないとかって言うんだよ。そんな風になにる なんだろ、うタイム油で。どういうことむち言いすぎだろって思うわけよ。だけど、何でも言うなと思ってさ、この間捕まった人なんか、そうだよね、議員さんになろうとした人、タレントさん、高木さやさん、今、もう出たのかな、執こ猶うでね、ほら、石垣かどっかで、なんか、なんか、 仲間うちで暮らし運動ああ動本当にさありえないこと言うからさもうだけどだけどさもう気持ちいいもんだからさもう何でもいいやってもう何でも言ってくださいってものだけくれたらいいよみたいなだけどね本当にあの 本当に社会から外れていくしね、うん、まあ社会がいいかったらいいよくないことも多いですけれども、うん、まともでなくなっていくっていうことですよね。うん、あの、うん、一つ一つどれだけ危険かっていうことを言いたいんですけども、うんうん、まず覚醒剤、うん、覚醒剤で僕の昔の友達は、うん、あの えっと、ちょっと量を多くして打ったんですよ。うん、その一発で完全に頭がおかしくなっちゃって、うん、一生精神病院<ー>僕になりました。<ー>でから、えっとね、あれ危険ドラッグ 1>、うん、は1回やっただけで心肺停止になる人とかもいます。そうだよねどんどん激しくなってきて僕は、えっとね、危険ドラッグで2、3回、あの、 飛び降りようとししまた僕も自殺願望すごかったね、ね自殺っていうかね、なんか、この偽りの世界、偽物の世界から脱却するためには、そんなふうになっちゃうの飛び降りて、一度死ぬしかない、LSD がちょっとそういうところがあるんですよね、LSD よりもすごいんですよ、危険度ラ飛べちゃうんじゃないかみたいな感じになっちゃうな。 あ飛べちゃうんじゃないかというかもすべてを疑い始めるんですよね、うん、で最終的にこの世界は偽物だってああでだからこの偽物の世界から脱出するにはまず死ぬしかないってなって飛び降りようとして何回も止められて羽交<あ>い締めにされてとか,だかあそれでだ,だからよく飛び降りて死んだりするんですよちょっと一曲聴きましょうこれはなんだっけハワイアンなんですが、ね、いい曲です聴いてください 今日ドラッグの話をねずっとしておりますけども大変な世界を歩んできましたがみことばをう太くん一つ、はい、読んでいただけますかえっと「あれどこあエペソあ<れ>エペソ人への手紙5章18節、うんうん、また酒に酔ってはいけませんそこには法刀があるからです見霊に満たされなさい」 アメンアメンっていうとこなんですけども、うん、まあこの酒によってはいけませんそこには宝刀があるからですこの酒によってはっていうのまあ薬にも当てはまりますよねそうねの僕の場合は酒から入ったんだけどいつの間にかね、うん、その入り口からどんどん薬に行きましたから、うん、そ僕の場合はその宝刀っていうのは宝刀、うん、ってのは何ですか、うん、ええー、なんでしょう道を外しちゃう、うん、もう羽目を外すような遊び方、うん 要するにあの脱落しちゃう、うんうん、あ理性が飛んじゃう理性飛ばすってことですよね酒に酔ってはいけないということ、うん、薬でも酔うといことですからねうん、うん、だから酒に酔ってはいけませんってえなんでってみんなコマーシャルもやってるし酒に酔って何悪いのストレス解消って思うかもしれないけど、うん、いやだから絶対飲んじゃいけないとかっていうことではないわけよねうん、うん、そういう酒に飲むようなことをずっと、うん、いいじゃんいいじゃんって続けてると。うん それだけじゃなくなくくっってくるってるいううことですかそうですす、ね、かそそねれに酒、酒も酒によっていろんな事件起こす人っていっぱいいるじゃないですか。うん、酒飲んだ時じゃないからって言うよ、みんなう,んあのうちの施設なんかいっぱいいるけど<ー>みんないや酔ってる時じゃないもんって言うよ。<laughs> <laughs> だから酒のせいじゃないっていうんよ <laughs> 明らかに酔ってる時ですけどねもう酔ってるだからシラフなんだけど、うん、酒の影響を受けてるって僕たちは知ってるじゃないつまり依存症になっちゃったらうん、うん、特にこのシラフの時でもそのさっき言った禁断症状とか、うんうん、離脱症状っていうふうなことで性格そのものがもう影響を受けてる、うん、じゃない それにあの僕の友達とか酒によって傷害事件を起こしたりとか、うん、酒によってあの赤信号、車めっちゃ通っているところを渡ろうとして、うん、わー渡たうわーとか言って、うん、みんなで必死で止めたりとかして、うん、だから,明らかに僕、二十歳ぐらいの時に酒まだ酒しか飲んでない時に、うん、もう朝まで飲んでレンタカー借りて、うん、なんか伊豆の温泉とか行ってましたよベロンベロンで <laughs> 高速乗って。<laughs> 今だったら車貸してくれないと思うけどう、ねうん、だからもうその時はそう思うほうとうですねこれ、うん、もうはめ外しすぎちゃってさ、うん、いやだからよく事故,ら事故って知らな,なかったなっていうこと一回いっぱいやりましたよ僕なんかあれですよ、うん、いくつぐらいの時かな40前かな三十あまだ結婚してたから32ぐらいの時だ 友達とパーティー行こうっつって夜中、長野かなんかに高速乗っていた時に僕がちょっと決まっちゃってたんでね、タイマー。え、俺に運転さすのと思いながら運転したら間違って高速道路を逆走しちゃって2車線のところを向こうから真っ暗な中、トラックが来て10トントラックがぐらいはすれ違ったの。逆走しててるっ あれ2人乗せてたんでね後ろにやばいですねやばいよねいやいやだから知らなかったんだけど、うん、まあそんなんですよんそんなんい,あいくつもありますよあとあそれと似たようなやつで、うん、友達が LSD っていう幻覚剤薬をやって大阪から東京まで、うん、あの高速道路300キロのスピードで。 ああ友達みんな乗せてああな,なやるいるよねそういうそう,そうでみんなもう友達顔真っ青をやったらしいです僕はその逆走してから二度と運転させてもらえなくなった <laughs> 友達の <laughs> うち、ん、でもっとねひどいのは僕なんかあのどっちかっていうと,とこれでもおとなしい方の薬のやつだからあのもっとなんていうの 暴力的なやつとかそのなったパンクロック的なうん、うん、やつだから言ってましたよ、これ大丈夫よね、アメリカに行って、うん、アメリカで旅行行って帰ってきたんだけど、うん、向こうの友達と歩いたら、うん、そいつが薬決まって、うん、飲んで薬決まっておかしくなって、うん、銃を撃って、うん、目の前で殺しちゃったって、うん、どうしようって俺、どうしようって。 ってて言われてもなどうしようもって言われてもどううししようもないでしょね<え>、うん、そんなんありましたよ。へえ<ー>、うん。また聞きのまた聞きみたいなだけどうんもうそんなん増えてきちゃったね20年もやってるとさ僕はあのー、今神様が出会ってやめるようになったのは434ですよ、うんうん、で沖縄に逃げてきたわけですけど、うん、ええー。 42ぐらいの時にもうこれやばいって、うん、死ぬと思って、うん、飲んだら喧嘩だしさ周りには本当にあの精神的に病気な人か、うん、自分精神病院とか入れられたりするようになったから、うん、そこで友達になったおと,おとなしいけど、うん、もう薬乱用する人、うん、か、うん、あの暴力団の人。 うん、仕事関係はもう人の紹介でお金困ってるでしょとかって紹介するよってって編集者なのに編集長の仕事あるからって言って行ったらあの暴力団の事務所の AV の本作るからおんや,やれやみたいな。だけど飲んだらさ酒乱だからさそういう人に絡んじゃうわけ、うん、宮地さんは酒乱だねなんて言われて。 危ないよねもうもうやばいと思ってさ逃げてきたんだけどもう酒に関してもドラッグに関してもドラッグは余計やけど理性が飛んでそうだよね頭がおかしくなっておかしくなってもう錯乱何回起こしたかインドで錯乱して精神病院入れられタイのバンコクで錯乱して捕まって精神病院入れられもうそんなですよ僕ね危険ドラッグで一回 あのこの世界はマトリックスだっていう思考あ。ああ、思考に取りかかって。なうなる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 。はい、なったなった。ってからのあのね、うん、半年後でその思考が取れなかったんですよ。 <で>ずっとだよ俺、それに伝道し,してたんですよ、<ー>僕、みんなに僕だって、タイの道端で錯乱したときに、野良犬に手錠かけられて、はい、その手錠がだって、5年ぐらいかかってたよ、<笑>,<笑>,笑い事じゃないよね、なんか僕、それで友達、亡くしましたからね、全員。<ー>1回 この世界はマトリックスやかって伝道してしすげえな <laughs> <laughs> よかったねイエス様に出会って、えー、イエスの伝道師に変わってだからなんていうのかな酒でもお薬でも一時の快楽なんですよね一時、うん、の、うん、偽りの、うん、なんていうんですか多幸感理屈が発達しちゃうしなそうです、ね、理屈がすごいからもう僕なんかほら物書きでしょう、うん かった理屈だけ警察も人もうんざりしてたもん僕もう喋るとうるさいからはいはいみたいなまさに悪魔の技ですよねいやだから入り口は酒大麻ちょっとぐらいいいよねみたいなちょこゲってしてて全然悪くないじゃんみたいな騙されてない俺たちみたいな はーですよ本当ですよ皆さんどうですかね一番言いたいのは今ねあのまったりタイム吸ってる人に言いたい <laughs>、うん、いくつなのかわからんけど何言ってんのみたいなこれあのそこには宝刀があるからですってもう そこから始まっちゃうんですそこには絶望があるからですよね。最後は絶望ですよ僕だってもう最後は体重4 6キロまで落ちてもほんまにもう顔とか真っ青でもう死人みたいになっててあと何日で死のうていう時にキリスト系の更世施設沖縄にあるンチャレンジジャパンに導かれてなんとかイエス様に救われたあと一歩のキリストがいいからキリストが最高だから。そうですあの 薬の百倍。いや、気持ちいいです。沖縄にはね、ぬちぐすいって言葉がありますけどね。あの命の薬。ね。ぬちぐすいですよ。本当に。あの、青年様で本当に満たされてる時って。薬の百倍気持ちよくない。愛だから。ね。愛。愛だから。本当の、なんていうんですか。愛、そのものですから。本当の喜び。本当の。うん、うん。本当の。喜び、元気。なんか。慰め。うん、うん。うん。 癒でしの薬であり元気になりそうなんですけどねそうなんだからそれで俺たちは救われたわけですねねからずもね全然違う道を歩んできてから年齢も違うしね似てるところもあるけど趣味的なていうか親に対する反発心とかねそういうに宮治さんのね勤めてた出版 僕、大ファンでしたからね<ー>。悪いわー、本当 <laughs>、いやだから、これは一番ね、なんとも言えないですよ、人を不幸にしてますからね、<laughs> あこれはでも、背負って、うん、背負って、十字架を背負ってるっていう一般的な言い方じゃなくて、これに関して、何か自分は、な、うん、うん、何だろう、神様に従う中でやる使命があるってことだと思うんですけどね。ねままああそれだから、まあ こういうことを話してるんですけどそうですよ、うん、さあ、もう一曲もう一曲聞いてくださいこれは、はい、えーヒルソング、グローリー今日結構 スペシャルおお送りりしてますもうエンディングも近づいてきてちょっと押し迫ってきましたかちょっと最後言いたいのは要するにドラッグだけじゃないってことですね、ドラッグって。他の僕の言い方をすると文化を伴うってのカルチャーを伴うっていうの映画とかさ音楽とか本とかあと旅行とかさ楽しみ。 もっと全然普通の健全な楽しみだと思っているものを伴うよね。うんうん、そうですね。え影響？うん。されますよね。お、うん、なんかもう薬やめてから見てみたら自分の好きな音楽小説もう全部みんなアル中か薬中だった。ああ<ー>。やってる人が。はいはい。だから僕あのー。 アメリカのマリニン・マーソンっていう悪魔的バンドが好きだったんですけど、うん、彼の音楽を聴いていると、うん、暴力的になったりとか薬をやりたくなったりするんですよねだからねこれは難しいですよだから僕は薬ジャンキーだと僕は最後まで思わなかったしね、うん、あの薬にはまってる中毒者だとも,もう思わなかったし、うん、病院で依存症ですよって言われるまでねうん、うん、最後の最後までもう本当にホームレスになるまで、うん。 自分は普通だ <laughs> 俺は正しいと思ってたから <laughs> う,んうんなあ怖いですねしかもそういうなんか文化を伴っちゃうんでそうですねうんうんうん、うん、だからね、うん、気をつけてください、はい、気をつけてくださいっていうかどう言っていいのか分かんないよね、うん、だからぜひあの今聞いてる中に「何言ってんの?」みたいな人がいてほしいよねああそうですね 経験者ですからめちゃくちゃ経験した上うタイ大麻20年吸って言ってるんだからよくないです、本当に。そうでいや、最終的には死にますからね。もう死ぬし勘違いつまり勘違いするていうことが一番嫌かな勘違いしてるんだけど勘違いしてると思ってないっいうこと。 もう完全に道を誤ってるんだけど道を誤ってないと思ってることで「道道って何?」みたいな「何ですか道って」道なんかあるんですか?」みたいなこうもうひねくれてひねくれて道あるんですよね聖書にあるよね私が道ですってイエスは言いましただからもうそれを知って僕たちは嬉しかったですけどね嬉しいですけどね今ね なんかキリスト依存になるのが一番ですよね。本当、はあね、キリストジャンキーそう。うん、素晴らしいですよ。うん、うん。まあ、あの今日はちょっと薬の話をしましたけど、はい、あの本当に。あの気づきがありますように。うん、あ,あ,あのね。まあ、僕らはあの管理者じゃないから管理警察の人でもないし、うん、あの何て言うのかね。処罰してどうのっていうことでもないんですけども。うん あのよくないものはよくないからそ本当の幸せを知ってほしいですね、うん、気をつけてくださいね、うん、はいお祈りします天皇お父様、ま、皆を拝めます、ね、どうかあなたの愛がイエス様を通して、えー、ラジオを聞いてらっしゃる方々に流れ込みますように、ね、素晴らしい愛が、えー、皆さんにありますようにこれからの一週間どうかイエス様の愛に満たされてどうかイエス様に出会う日,う日々でありますように 主を感謝いたします。皆さんの上に祝福がありますように、平安がありますように、イエス・キリストの名前でお祈りいたします。Good bless you! See you again! また来週